はいさーい、はいさーい、今回はですね、はい、こちら漁港に来てるんですけど、はい、ここで僕とたけし2人でちょっと対決しようかなと思って。そうですね、あの制限時間30分1本勝負、はい、その30分以内に釣れた魚のタイムを競うんですね。数ですね、数とタイム、タイム、そうですね。でそれでちょっと勝負しようかなみたいな。そうですね、もし2人とも2匹釣れたとしたら、その最初に誰が釣ったかで勝敗決めると、うん、早く釣った方の勝ちって、うん、そうですね、釣れた感じでやっていきますか。はい、やりますか、うん、まず30分以内で1匹釣れるかどうか迷うんですけどじゃあ早速やってみますか。はい、仕掛けはこのワームですね。ワーム、ワーム、お、一番釣れそうなやつ。よっしゃー、ワームでこちらにナス型おもり上につけてると。はい、はい、行きます。じゃあ行きますよ。はい、はい、よーい、スタート。はい、はい、始まりました、最速釣りグランプリ。一発目で釣れたら面白いですけどね。面白いけどそんなことないでしょうね。お、結構早巻きですね、うん、ちょっとね、活性の高い魚だけ狙っていこうかなみたいな。お、そうなんですか。感じで早めにテンポよく探って探ってみたいな。あー、なるほど。魚を追ってきてないですね。追ってないね、うん、場所は今ここでいいんですか。ここでいいっす。よっしゃ、じゃあここでもうちょい頑張っていく感じですね、はい、汗を背にね、しながら釣りしないといけないんでね。あ、そうだね、今日風強いんで投げられる場所が決まってますね。うん、そうだね。あと何分ですか。すでに、1分は経過してますね。マジか、まだまあ1分ですから。まだ1分、まだまだ時間はある。はい、焦りがあるとね、魚釣れないんで、ゆっくり行きましょう、ゆっくり。焦り、焦り、そう、なるほどね。焦ったらダメですね。焦ったら負けなんで。釣らなくても負けですけどね、うん、釣れなくても負け。でも焦ったら釣れないんですよ。あ、なるほど。どうやっていくかですね、うん、で釣るか。はい、あれから5分経過しましたね。早いな。そうですね、あっという間ですよ。ちょっと焦ってきましたね。当たりもないな。中層を攻めてる感じ。中層、上層、当たりですね。おお、そこはまだ攻めてないと。そこはちょっと捨ててます。今、寝掛かりすると時間ロスなんで。あ、なるほど。はい、と寝掛かりは致命的なんで。そうだね。じゃあ、追ってこない。移動ですか。やばい珍しいですよ、このたけしが走ってる姿やばさあ、こんなこんなしてるうちにもうすでに1分経過さらに1分。やばい、これやばいんじゃないですか。まだまだこれからよ。ちなみに今タイムですね、もう残り半分ですね。15分。そうですね、残り15分。やべ、何で見るか釣らんとな。残り15分ですね。キワキワ、あ、キワを攻めるタイプ。キワだったら何かしら減るか。で、こっちら辺攻めると。で、こっちで狙っていきますか。はい、はい、ここでアクシデントですね。寝掛かりしましたね、予期せぬ出来事が。もう最悪や、やばいぞこれ。終わったくせーちなみに残り7分。残り7分。あ、帰ってきた。ジグヘッドは生きてる。おもりだけつけたらすぐできる。あ、付け直し。そっからですよ、そっから。付け直しからのさあ、これも結構ロスになりますよ。はい、針折れた。針が折れましたね。いやー、やばい、余計ロス。さあ、走行してるうちに、これも伸びてるし最悪だな。残り6分。くそ、焦るね。やば、外れん。これは焦りますよ。あー、外れん。何もこうもパタパタして急いでますね。ちぎる。余計焦る。焦りますね、これ、うん、はい、じゃあ、何ですか。はい、残りあと4分ぐらいですね。4分？はい、やばいだね。うわぁ、キワキワ作戦いってますね。これしかない。キワを攻めてちょんちょん。何でもいいから連れてくる、マジで。はい、残り時間、10秒ですね。キワで釣れないんだったら何も釣れないでしょ、こんなもん。これきついぞ、これ。厳しい戦いになるね。はい、終了。終わってる。はい、たけし30分で釣れた数0匹ですね。やばいだろ、当たりもないんだけど。相当厳しいな。逆にちょっと有利に立っちゃったかなって思うな、俺が。有利どころか、もう1匹釣ったら勝ちじゃん。そうだな。じゃあ釣れんかったらサドンです。サドンです。釣れんかったらサドンです、やりましょう。オッケー、やろう。じゃあ
じゃあ次僕の番ですね。はい、じゃあちょっと移動しますか。はい、はい、次は僕のターンですね。はい、僕はこのスプーンこちらでやります。何狙いですかこれは。もう何でもいいです、小物ですね。もう釣ったもん勝ちなんで何でもいいから釣れればいいなと。はい、そうですね、僕はそれでいきます。うん、こっちはね、はい、タチウオとかね、コチとかも釣れるらしいですね。マジで。はい、夜の魚は上へ売るんで、釣れるかもしれないです。じゃあ俺ヤマトビ狙おうかな。釣れるかな。これでやります。はい、狙っていきましょう。角、角はもう釣れるで有名ですからね。はい、そこまで来たらちょっと巻いて、あとちょんちょんですね。うん、あ、なるほど。ちょうど角を攻めてますね。遠くには投げないんですね、そこは。もう何でも釣りたいんで、うん、足場、うん、足場のもう下にいる、裏側にいる魚を、うん、狙っていくと。補給する感じで。さあ、スプーンを使って気を攻めるというね。ていうか、タイムは測ってないんで。タイムは測ってないけど大丈夫。タイム。はい、じゃあ次は僕の番ですね。はい、仕掛けはこちら、スプーンで僕がやります。ちっこいの何かしら釣れたらいいんでね。はい、これで狙います。はい、じゃあ30分測ります。はい、来い。いきます。3、2、1、スタート。はい、さあ頑張ってください。歩きながら行っていいですか。うん、さあこの堤防を歩きながら攻めてますね。際を、際という際を攻めまくりますよ。やっぱ今日活性低いかね。やっぱり生き物が釣れるのかっていう。寒いなあ。さあ冬の釣り、さすがあれですね、沖縄の魚あれですよね、寒さに弱いですからね、本当に。うん、弱いね、速攻死ぬからな、海で。もう冬になってもう水温下がりすぎて動かなくなってましたから、うん、魚完全に。そうだな。うん、今日は14度か、気温は 最低14ですね。うん、最低14。沖縄では寒い方ですね。めっちゃ寒いっすよ、本当に。風もあるしね、今日。うん、じゃあとりあえずヒットまで待ちますか。はいよ。はい、15分経過ですね。時間が経つの早いっすよ。はい、やば。もう15分？もう15分です。さあ、早く釣ってください。釣ってくださいってもう負け認めてないし。もう、あれ、引き分けとかいいんで早く帰りたいなっていう。普通に寒いっていうね。確かに寒いんすよ。はい、ライフジャケットが暖かく感じますね。そうですね。あ、ちなみに仕掛け書いてます。何ですかこれ。ワームになりました。お、逃げのワームですね。そうですね、うん、こっちで行ってます。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、終了終了。はい、31分になってましたね。気づかないうちに1分過ぎてましたね。いやー、ちょっと厳しいですね、この場所。場所が悪いわけじゃないけど、うん、移動してもいいのかなって。そうっすね、ちょっと移動しますか。じゃあまたこれ釣れるまで終わらないパターンですね。そうですね、ちょっとこのままだとリスナーさんも多分、はい、出たよーみたいな。出ましたよー、またハイサイ得意技坊主と言われたくないんで、とりあえず1匹あげましょう。あ、はい、げましょう。じゃあサドンデスは、はい、もう交代制じゃなくて、はい、もう先に釣った方が勝ち。もう同時進行でいきましょう。それでやりますか。よし、行きましょう。じゃあちょっと場所移動ですね。はい、はい、行きましょう。はい、はい、場所移動 してきました。はい、はい、次はね、常夜灯がついてるね、こちらの方ですね。はい、こちらの方ですね、ちょっとタチウオが結構集まるんですよ、常夜灯に集まってきた小魚を狙ってから。うんうんうん、で、こちらのちょっとタチウオをね、狙っていこうかなって感じですね。別に関係ないよね、じゃあどれも釣っても勝ちなんだよね。どれ釣っても勝ち。うん、もうエギングでイカ釣っても勝ちですよ。何釣っても勝ちです、とりあえず。いや、俺はもう、もう早く勝ちたいから、うん、小物狙いますわ。お、今日何ですかこれ。もうね、めっちゃちっこいやる。あー、なるほど。もうハリスも1号です。はぁ、もうめっちゃ小物狙いじゃないですか。そう、もう勝ちたいっていう、必死っていう。じゃあやっていきますか。はい、取っていきますか。先に釣った方の勝ちです。とりあえず一応ね、時間を計りますか。はい、2人でどれくらいかかるのかっていう。はい、とりあえず釣れるまで終わらないってことでいいのかな。はい、じゃあそれでいきましょう。はい、じゃあよーい、スタート。はい、はい、これから何分で釣れるのか。はい、もうほんと過酷っすね。過酷だな。めっちゃ寒いっす、マジで。マジで寒いっすよね。マジ寒い、風邪ひきそう。はい、途中経過ですね。26分今やってます。ちょこちょこ飛んでるんですよね、タチウオらしき魚が。でも食ってこない。だからちょっと厳しいですね。ちょっと最近買ったメタル丸ね。メタル丸、はい、あの貧乏性のタクシーがメタル丸ちょうど買ったの。100均からちょっとね、脱出して買ったんですけど、はい、めっちゃ使うの怖いっすね、これね。これいくらした。これ1000円しました。あ、結構でかいよね、1000円って言ったら。1000円でかいっすよ、めっちゃ。これ2個を我慢したら焼肉食い放題いけますからね。
これを太刀を釣りに使うっていうこと自体が俺にとってはものすごくも根性を出したよっていう確かにな、男気見捨てるぞっていう気持ちだよね、うん、本当に歯もね鋭いから、だから糸が切れたら一発アウトですからね、ロスト率高いじゃないですか、うんうんうん、それでもやっぱ動画のためにこんなこと言ってられねえなと思ってメタルマラ使うしかないんですよ、めっちゃかっこいいやんそれ、はい、YouTuber として見せないといけないんで1000円で本気を出すっていう1000円の重みマジで、はい、俺一番知ってるんで昔民放時代、はいはい、いやもうこれで釣れます、お、もうこれで釣ってみせます、これもうタチオの反応全然違うんだよこれ、あそうなんだ、はい、じゃあやっていきますかこれで、はい、やっていきましょう、はい、1時間6分経過してますね今もうちょい粘りますか、いやもうてかもう釣るまで釣るまでって言ってますからね、一応ねもっと粘ってもいいのかなっていう、もうちょ寒いっていう、寒いからちょっとねそれでちょっと心折れそうな感じですねもうちょっと粘ってみますか、もっとやりましょう、もっとやりましょうか、もっとやりましょう、頑張りましょう、たけしが来た、たけしが来た、まずいまずい、おーおーおー、見えるかな、おっしゃ来たー、来たー、なにこれ、タチウオ、タチウオだ、やっとで釣れた、おっしゃー嬉しい、ぴょんぴょん、やっと釣れたな、やっと釣れた、おしかも、ナイスウッキン、糸食ってない、よかった、おっしゃやったやった、嬉しい圧倒的に感謝マジで超嬉しそう、圧倒的にこのタチウオに感謝ですねこれね、めっちゃめっちゃアンプしてたマジ嬉しい、もうあーマジで嬉しい、くそー来たな、でもでも釣れたら嬉しいですね、これはもう俺に救われたと思った俺これ多分俺あと12時間釣れんと思って涙目になってたもん、確かにな、もうベイトも何もなかったからね、おっしゃとりあえず今日は俺の勝ちってことね、くそー悔しいな、ちょっと諦めが必要よね、どうする今日何時まで一応やるみたいな話してたんですよ釣れるまでやるって言っちゃったからどうするみたいな感じだったんですけど、本当に嬉しいです、いいね、今経過時間 何時間ですか、そうですね1時間9分本当に3分前ですね、さっきちょっと諦めかけてたんですよね、これルアーに夜行のやつに書いてからすぐ釣れました、マジか、これ浮くタイプのやつ、ミノーだなと思う、ミノーよっしゃ、これがちょうど良かったかもしれないですね、よっしゃ、まあ、とりあえず勝負はついたんですけど、はい、もうちょっとやってみますか、オッケー、ちょっとやりますか、もうちょっとやりますか、はい、はい、足元に結構ね、タチウオがぴょんぴょんしてるんですよ、うん、なんとボラみたいによく跳ねるんですよ、足元の方、どっちでも、ただ食ってこない、あいつらすごい警戒心の塊ですね、警戒心の、うん、今使ってるルアーなんですか、なんかスプーン、なんかハングル文字とかなんかいろいろ書かれてた、日本語書かれて、日本語表記ではなかったですこれ、あれなんか300円400円とかで売ってる、うん、そうあの3の率とかで、うん、そうあれこれ使ってるみたいですね、これ結構ね見た目がなんか釣れそうな感じだったんで、うん、そうですね、なんかキラキラしててスプーンっぽくて、はい、後ろに羽もついてるし、うん、これ 3.5g って書かれてますね、アピール力ありそうですね結構ね、うん、さあこれでガンガン釣っていきましょう、はい、それでやります、よし、お、ハルさんヒット、お、はい、外れた、あ、マジっすか、うわ、いや何だったんだろう、めっちゃ今食ってたな、うわー、ちょ、糸は傷ついてないな、マジっすか、いやうわ、もう一回リベンジっすね、リベンジだな、あっしゃ、何だったんだろう、めっちゃ気になる、ちょっと活性上がってきてますね、上がってきましたね、よっしゃ、モチベ上がりましたね、今のおっしゃ、頑張りましょう、はい、やりましょう、はい、はい、終了ですね、いやあの後やったっすけどね、一回かかったっすけどね、そうですね、ちょっと張り外れちゃいましたね、ちょっとね、悔しいね、マジで、いやいいっすね、やっぱルアー楽しい、めっちゃ、うん、これ楽しそうでしたね、今日原さんね、なんか上手くなった気もするし、わかるわかる、自分の腕で吸ったんじゃないかなってちょっと錯覚しますよね、そうですね、ルアーの楽しさっていうのはやっぱりちょっとテクニックとかね、うん、そういうね技術介入があるんで、はい、達成感もあるんですよね、やっぱ釣った時は ね、いや今日本当に釣れてね、本当にびっくりするぐらい脳汁が出てドーパインかなんか初めて見たけど、あのたけしが軽快にぴょんぴょんするやばいっすね、あのなんか有名人になってキャーティーだから、あの飛び回る女の子いるじゃないですか、ああいう感じの、分かりました、なんか嬉しさ、俺タチオさんに会った時めっちゃ嬉しかったもんねタチオさんつけた、タチオさんって言おうから今日本当に、いや本当にね、はい、もう今日は楽しい釣りでしたね、悔しいですね、僕は、よっしゃ、勝ちました今日は、来ただけで釣れなかった、ね、
岩根屋たけしの価値を価値だと思います僕は。よっしゃ負けましたね。もうこれたけしさんって呼ばないといけないですから。じゃあたけしさん次またリベンジしましょう。リベンジしていいですか。あ、じゃあどうしようかな。あ、ちょっと暇な時でいいかな。時間ある時リベンジ。時間ある時にいつでも挑戦を受けます。はい。はい、じゃあまた次回ね、はい、釣り対決やりましょう。はい。はい、じゃあ今日はここまでですね。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はいさーい。なんとスマホから久々の急にチャンネル登録ができるようになったんだ。左をクリックするとどうなると思う？今おさえな。チャンネル登録ができるんだ。どう流れ見抜ける仲間に変わる。右をクリックするとどうなると思う？関連動画で登録ができるんだ。いいことだ。それだけだ。ポーズを抜くよ336秒するし。